皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナラ TV より世界宇宙あなたの目の前のパソコンまで iPhone まで携帯は映らないねって、先週もこの間も話したけど、これしかネタがない最近、許してくれみたいな感じでございます。この番組は私エレガンスマダム小林夏が縁の下の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きして、あれやこれやと聞いていく番組でございますね。まあ、先週から大人気のあれ行こうかな。大人気じゃないかもしれない、笑っていいんだからね、誰に言ってるか分かんないですけど、はい、じゃあ行きますよ。面白い鹿児島弁文章編、いきなり千夏の鹿児島弁講座です。拍手。なんかね、先週は声をね抑えてた人がいるみたいなんですけど、もう笑っていいよ、声だけ参加しようよみたいなね感じで、見えないよ、こっからが見えない、見えない、私一人で話してるみたいでしょ。そうですよ、一人で話してますよというところになりますけど、じゃあ行きましょうね。面白いね、本当にね、もうお見せしたいわみんなに。じゃあ行きますよ。意味はね、え、これこの間言わなかったかな、あ、え、言ったっけ、同じも持ってきてるかもしれない、じゃあ違うの言っとこう、あ、ごめんごめんごめんなさい、カンペがこの間のだった、カンペがこない、そう、カンペ変えまーすみたいなね、申し訳ございません、一緒のものを言うところでございました。では式直し、もう一回いきましょう。意味はね、何度も何度もうるさいなって、いきなりうるさい話ですいません、何度も、もう髪の毛ちょっと乱れてきちゃった、よいしょ、まあいいや、しょ、何度も何度もうるさいなっていうね、これ鹿児島弁で言いますよ。これちょっと意味分かっていただけると思います。何度も何度もやぞろしかっていうね、なんとなく分かりますかね、皆さん方がね、分かりますか、もうこれ取りたいけど、まあいいや。次ね、次の意味はね、この席は取ってますか、とかコンサートとかなんか行っても、この席取ってますかってね、これ聞くとき、これを聞くと、鹿児島弁の場合はね、今席とっとと、とっとと、ってね、わかります、なんか博多弁みたいな感じですね、とっとと、みたいなね形で、もうそれよりも私髪の毛の方が心配なんだけど。じゃあ最後行き、あ、最後ね、最後はすごい簡単、もうそんな考えなくて適当でいいよ、適当でいいよ、これをぜひ皆さん今日持って帰っていただきたいと思います。持って帰る、目の前でパソコンで見てるのに持って帰らない、もう家ですよね多分ね。いきますね。意味はね、あ、意味が適当でいいよ、で鹿児島弁がこれ面白いですよ、てげてげでよかが、なんとなくわかんない、こう適当でいいよ、てげてげがよかが、今日は3分持った、よかった。それでは CM いきます。 CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、皆さんお帰りなさいませ。エレガンスマダム千夏の部屋でございます。なんかみんながなんか斜めに座ってるの、もうちょっと私の方見てからちょっとドキドキしちゃうみたいな感じでございますけども、もうね、この3週続けてね、ミセスジャパン2018大阪大会ファイナリストのメンバーのね、皆さんにご出演いただいておりまして、今回が一応一括りの最後の週になりますということになりますけれども、いやすごいね、見られてるよ私みたいなね、もうステージよりも高揚がめっちゃ緊張するっていう形になりますけど、まあ、ミセスジャパン2018大阪大会ヤングミセスの皆さんでございます。それでは自己紹介を下からいきましょうか。はい、声張ってもらって大丈夫ですかね、あのスピーチのように張ってもらって大丈夫でございます。はい、お願いします。エントリーナンバー3番、はい、はい、ミキです。そうだね、そうですね、日頃は何されてるんですか。ちょっと、はい、もうずっと美容師なんですけども、はい、今日も自分でやってきたの。自分でやってきました。すごいね、はい、上手。目なんでわかるの。まあ、それはそうだね、やっぱり、ね、経験と ね、 ね、やっぱ器用なんだね、うん、子供の頃から大好き。あ、そうなんだ、はい、転職なんだ。転職なんです、すごい、はい、でももうなんかね、ミキさんのイメージがこういう風に上げてらっしゃるイメージが私すごい強い、なんか下ろしてるのを見たことないぐらい。あ、そうかもね、下ろしたらちょっと分かんないかもしれないぐらいなイメージですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、今日は緑で来なかったよってうちうちの話でございます、うん、緑になってたみたいなね危ないみたいなところで私が忘れてたみたいな感じ今日は紫のねあのベリーダンサーですか、はい、違う、ね、違う、はい、じゃあ自己紹介よろしくお願いします。はい、じゃあエントリーナンバー5番美濃田真由美です。やっほーね、そうですね、うん、なんか今まであの2週渡ってねクラシックの方、うん、私もクラシックですけどヤングはいいねいいねこうハツラツとしてるから私も頑張ってますけどね今非常にテンションいつも以上に上げてますけどもういつ疲れが出てくるかっていうのがね怖いかなという感じになりますけどありがとうございます。あ、日頃は何か、あ、日頃何で美味しいものあれ違った、ねデザインの仕事をしてるんですよ。美味しいものなんかスピーチで言ってる美味しいものとかそうイメージがなんかまあ料理も好きなんでお料理教室を趣味でやったり、うん、本職の方はデザインをやらせていただいてます。はい、お料理作るし食べるのも大好きなの。好きです。作って食べる。作って食べる。それってなんか、うん、あ、これ美味しそうだなと思ってレシピ探して作るって感じ。創作料理とかもするんですか。そうですね、なんでこんな食の話もついてるのか分かんないけどごめんなさいね味わってこれはなんで美味しいんだろうっていうところにやっぱ興味があるんですよ。だからどういう過程でどういうプロセスを踏んでこう美味しくなってるんだろう、ただ焼いただけではこうはならないはずなのに、今美味しいのはなんでっていうところです。すごい、もう私なんか美味しいの、あ、美味しいわーってありがとうって終わるからなるほどね、今度からそういうふうにちょっと考えてね食べていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。エントリーナンバー6番、国広由美子です。 C56 あれ3ごめんなさい、ごめんなさい、クラシックの前すごい忘れちゃうすいませんね、356、はい、日頃は、あ、日頃は、うん、私はあのエステをやっております。そうだった、そうだった、はい、思い出した、はい、エステティシャンです、ね、はい、もう長いんですか、エステ。そうですね、仕事自体も13年、14年ぐらい、はい、長いですね。エステだからもうやっぱり、あ、うん、マッサージがメインです。もうボディの、もうそうです、ダイエット、あ、そうですね、うん、フェイシャルもボディもって感じで、もう自分化してもらいたくならないなります。いや、やっぱりさ、人にサービス提供するっていうのが、はい、やっぱそれだけ自分もこれ自分でできたらなってやっぱり思いますね背中とかどうやっても自分でできないじゃないですか。そっか、ここら辺、はい、足とかはこうリンパ流せてもっていう、はい、でもやっぱり皆さん今の時期的にはあれじゃない、通う方多いですよ、ね、ね、もう今ちょっとオンエアは7月入ってるのでギリギリ駆け込むぞぐらいな方が多い、はいはいはい、やっぱり夏の方が多いんですか。夏もやっぱりみんな痩せたいという方がね、やっぱり多いので、うーん、早めからね取り組んでたらいいですね。本当はね、わかりましたか、うちは言ってます、はい、今ね一人言ってるみたいですけどねというところになりまして、このようにヤングチームね今日は参加していただいてますというところになりますけども、もうね、まあ、皆さん同じような質問をしていっているんですが、今日はちょっとガラッと変えまして、なぜエントリーしたのって、もうってすごい、ね、前の回をもうすごい熟知してもう何回も見てきましたみたいな、ね、感じになっておりますけど、なんか今まで考えてきたことが全部だね、なんか、うん、そうだよ、当たり前は来ないわよで、これが一番ね、あの、私の隣に座ってたら一番大変だよね、いきなり来るからみたいなね。でもこれ経験ですからね、そうです、どんなの場に行ったらすぐ話せますんでありがたいと思って、違う、違う、ありがたいです。じゃあまずミキさんの、ね、お写真出していこうと思います、はい、せーの、じゃん、はい、おろ、この玉持ってるじゃない、あの仲間が、あの仕事仲間が応援に来てくれて、サプライズで来てくれて、あれで、はい、ね、もういい仲間だ、でもやっぱりミキさんの人柄だよね、応援しようって思う方なんだなって、いや嬉しい、ね、そうじゃない、いや、あいつ嫌だってことは絶対行かないじゃん出るんだなっちゃうと思うけれど、でもやっぱそこをさ、こんだけ努力してるの見てるから応援してるよって言ってありがたいね、ありがたい、もう泣きそうだからやめて私も泣きそうみたいな感じになるで、ごめんね、話が前後しちゃった、そう、花束をもらったけれど、うん、なぜこのミセスジャパン2018大阪大会に、うん、エントリーしようと、ですね、うん、たまたま、うん、あのご縁があって、うん、沙織さん、はい、あ、ウォーキング講師をしてる、ね、ウォーキングの先生、沙織さんのレッスンに行っていて、
ですね、はい、でちょうどお友達とね、うん、あの沙織さんから何か誘われたらいいなっていう話をしてたんです。すごい、で30分後に携帯を見たら出ないって、すごいんですよ。あ、それは出るよね。そう意味あると思う、はいはい、でも沙織さんのウォーキングされてる姿を初めて見た時に、うんうん、キラキラです、キラキラしてるわ、わかるわかるわかる、なんか待ってたんですよ、うんうん、あのね、メガネついてるよ、ね、はい、うん、思う、本当にやっぱりああいう B のことしてる方って、そうそうそう、目閉じてすごい見えてる見えてるみたいですけど全く見えてませんからね、今想像してるだけですから、これ。いや、わかります、そうなんです、雰囲気すごいあられる方ですもんね、はい、なのでもうくっついて学べるチャンスだと思って、うん、もうとにかくそういうにくっつこうと思って、でも気持ちでね、でもスタートは、そして公式トレーニングとか、はい、いろいろ入っていきましたけど、どうでした？そうですね、うん、もう沙織さんの追っかけみたいな毎回よく上げてたもんね、今日何回目とか言って、でもすごい変わっていかれてたの。そうで、自分で言うのもなんなんですけど、いやでもやっぱ写真って撮っとくべきだなと思った。絶対その憧れる方と比較して撮るっていうのが、うん、分かる、はい、でもいいよね、それがいい風になっていく、うん、ちょっと夢のような時間でした。はい、とっても沙織さん沙織さんここだけ見てねって呼んでますでもまあ、そして変化あって、はい、歩き方とか、まあ、憧れの方に教えてもらって、はい、自分が変わっていって、はい、コンテスト出てどうだった？そうですね、あのエレガント賞っていうのをいただいたんですけど、うんうんうん、もうエレガントとは本当無縁な人間なので、うんうん、まあ、裏方さんなのね、美容師さんってね、だからみんなを前に出すっていうのが好きなタイプだったので、うんうんうん、自分が表に出るの初めてだったので、うん、2週間、うん、1ヶ月ぐらいでそのエレガントっていうのを身につけられたっていうのがすごい自信になりました。自分超えたね、はい、すごい。でもそれなかったら、はい、多分その3ヶ月前とか4ヶ月前の自分のまんまだもんね、うん、そうですね、もしかしたらスカートも履いてなかったかもしれない。そうですよね、パンツとね、シャツとってイメージですよ、美容師さんに勝手な私のイメージですよ、スカート履いてこうやってる人って見たことないからね、ねえ、すごいね。だから人生ってどこで転機が来るかって、いろんなところにヒントって落ちてるのかもしれないし、なんかアンテナやってたら新聞の文字からとかテレビの言葉とか、なんか対話しない友達との会話からそれみたいな、なんかあったりするんだろうけど、まさに30分後に沙織さんから連絡いただいて、ミラクルを起きるっていうことを証明、自分で、はい、自分で分かってみんなにまた証明ね、こういうことが起きるっていうことを、ありがとうございます。来たよ来たよ、もうね、いつ終わるの、どこにいたいつ話終わるんだみたいなね、まだ続くんだとかいろいろ思うと思うので、はい、じゃあこのミセスジャパン2018大阪大会のエントリーは、はい、はい、うん、そうですね、2017年、去年なんですけど、うん、去年あの島田優子さん、去年のグランプリで大阪大会立ち上げるのね、発起人になってる方なんですけど、島田優子さんのスピーチレッスンに通ってたんです。そうなんだ、プラス沙織さんのウォーキングにも通ってたんです。ダブルで、これはもうご縁だね。プラス何が来るの、美佐子さんの着物レッスンにも通ってたんです。すごい実行委員の方がね、4名いらっしゃいまして、そこの中の3人の方とも関わってたんです。そうです。で4名、うん、恵美子さんもお知り合いだったんですよ。すごいね、すごいね。でそれをもうゼロから立ち上げるってまず大変だっていうことを想像がつくので、うん、それをやられるっていうことで、うん、あ、まあなんかお手伝い、あ、なんか応援したい気持ちがまずあったっていうのが一つと、うん、そこでお誘いをミセスなんだからって言われて、うん、って思って出るのみたいな感じになって、うん、初めはなんかそんなぼやっとした感じ、なんか今まであのデザインの仕事をしてきたので、うん、デザインって作品と向き合うんですね。作品を美しくすることにはもうずっとやってきてたんですけど、自分自身を見せるっていうことを今まで全く手をつけてこなかったので、あ、なんか自分自身が見られるようにちゃんと作り上げる
っていうのってどういうことなんだろうっていう、あ、なんか新しい、深い深いこれはなんかやってみようっていう何か課題なのかなって、自分の知らない世界を知れるのかなと思って、またいろんな人とも会えるしね。そうですね、そう、お写真、ね、当日のお写真出して、はい、せーの、じゃんじゃんグリーンのね、はい、ワンショルダー、 お花がついてたっけ、そうです、そこなんか、ね、ふわふわさせて、このチョイスも考えた後ですもん、めちゃ考えました。このドレスとね、迷ってたんですよ、最後まで。で、でもなんかちょっと新しい気分になりたかったので、これは以前から持ってたドレスだったんですけど、新調して、緑で、素敵だって、はい、なかなか深緑のってないくない、 あそこまで濃い色ってなんか、そうですよね、ちょっと見ない気もして、でも着てみたら、結構なんか濃い色が比較的顔が映えるみたいで、今日着てらっしゃるのも、ね、濃い深いですね、着てみたらいい感じだったんで、なんかビーズ縫い付けたりするのも楽しかったんですけど、縫い付けた、そうそう、ちなみに何個ぐらい、わかんない、すごい数、300個ぐらいかな、すごい、なんか本当これ聞かないと出てこないですよね、そうなんです、もう最後なんかそんなしてこう努力ね、すごいね、はい、私だったらこうなんかアロンアルファみたいなのでピッ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 それを縫うってすごい、やっぱりでもお仕事柄出てるかもね、デザインってこうちょっとの線の歪みとか色の違いとかそういうのだけ許されないじゃないですか、そうですね、そういうやっぱ職人的なところが出てらっしゃるのかもしれないですね、なんかそういうことしてる方が自信になるかなと思って、あ、やろうと思って、最後こう自信が足りなくてしんどかったんですよ、それでどうやったら自信が出てくるかっていうのを考えた時に、やっぱ得意なことしようと思って、あ、ビーズの糸をとか、すごい、そこにたどり着けたことがなんか向き合うって難しいなと思って、いや、だってどれが本当か分かんないもん、いっぱいすぎて、私の方がうるさい人ばっかりが今日はこの人みたいな、今日この人かみたいな、ね、じゃないですけど、そんなことない、自分ってやっぱり明るい自分もいれば、ちょっとおとなしい自分もいたりって、やっぱり皆さんの中にもあると思うんですよ、こんなして皆さんの外で会う時の顔もあれば、一人の時の顔もあったりって、ずっとこんなしてさ、道路も歩いてたり、家帰っても帰ってきたお母さんみたいな、ね、そんな家だったらどうなるんかって感じですけど、あ、そうか、でもそこをちゃんとね、そういうことで克服していかれる、いや、すごいわ、ありがとうございます、本当に素晴らしい経験をさせていただきました、本当です、ありがとうございます、お待たせお待たせ、もうそこでこうなんかこうやってくれてもよかったけどまずお写真から出していきましょう、せーの、じゃん、これ今日と一緒、あ、そうです、あ、そうね、横向いて写ってる、はい、横はこのようなね、フリフリフリーというデザインになっているんです、はい、ね、はい、すごいね、こういうのも色似合うね、あ、ありがとうございます、私絶対似合わない、これはやっぱりこう肌の色とかやっぱり顔に映るとかね、あるから、ね、羨ましい、優しい色、いい、うん、すごい似合ってる、うん、でどうでした大会、はい、エントリーは、エントリーはなぜ、あの結構ね、なんかすごいね、なんか動機を言ってはったんで恥ずかしいんですけど、いやいや、みんなそれぞれだからね、いろんなパターンがあるよ、今年の1月にちょっとウォーキングスクールに、まあ、通い始めたのがきっかけで、まあ、ちょっとこんなん出たら面白いんちゃうかなぐらいの感じでちょっとエントリーをさせてもらって、だからあの実際そのなんていうんですか、皆さんと集まった時に、こんなにたくさんの人がエントリーしてて、そうかそうか、わかんないもんね、こんな、なんかなんていうんですか、こんなにきちっとしてるコンテストなんだっていうのにちょっとびっくりして、文字だけとかじゃ、はい、ちょっとわからないよね、雰囲気がつかめないからね、はい、そうなんですよ、あ、そうか、で、じゃあ実際、はい、まあ、ちょっと気楽な感じで申し込んで、そうなんです、実際行ったらあれみたいな、あれなんかちょっとあ、これちょっとこっち高い感じねみたいな、ちょっと内心思いながら自分の多分ね、葛藤があったと思うんですよねそこごめん気づいてあげられなかったけど多分ね、自分の中であれと思いながら、でも目標来たからこれとりあえず2時間は頑張って帰ろうみたいなところだったと思うんですけど、まあ初めそういう感じで公式のトレーニング終わった後ってどうでした、はい、初回行って、あ、
その大会が終わった、あ、トレーニングにまず、あ、トレーニング、トレーニングに来て、あ、はい、こんななんだっていう感じがある。スピーチとかウォーキングとかして、この、まあ、大会のね、はい、その出場者の人たちで、うん、そのフェイスブックページで、うん、まあ、情報を共有してた、うん、そうですね、いろいろ情報がね、伝達事項が多いので、そうなんです。で、私そのフェイスブックを旧姓でしてたので、うん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 、なんかずっとその本部の方は私をフェイスブックページに入れたくて探してくださってたらしいんですけど、うん、なるほど、そうなんですよ。でなんかで、とりあえずなんか受かったらしいけど、なんかそっから連絡が来なくて、待ってる状態が、すごいあったってことか。で、初めて連絡取れてきたのが3月の半ばぐらいだったんですよ。もう迫ってる。そうなんですよ。でそっからその公式トレーニングに、そう2回出てっていう形で、結構最後に固まってたからね。そうです、うん、でその時にだからその公式トレーニングに行った時にワオって、そうね、ちょっと皆さん気持ち的にも上がってね。でもそうですよね。そうだから過去見たら皆さんもトレーニングとかすごくね、そうされてた感じだったから、なんかそこにすごくこう気楽に、ね、なんか応募した人がポンって入った感じで、わ、これはやばいぞって思うよね、はい、私でも思うけど , 笑えないし、でそう時間過ぎろみたいな。だから大会まではすごい本気というか、あ、これはちゃんとしなきゃっていう形で、はい、いきなりスイッチ入った感じ。そうですね。大会どうでした？大会はでも気持ち的に、うん、でも最終的にやっぱり出てよかったなって、やっぱりこういったその経験というか、やっぱなかなかできないですし、でやっぱりお客様も結構見てくださってて、そのフェイスブックページでね、こう中継っていうのがされてたのを、やっぱりすごい良かったですよって皆さん言ってくださったので、三人三様ね、いろんなドラマがある。ヤングいいというところで、ちょっと早いですけど CM 行きたいと思います。それでは CM どうぞ。今びっくりしたでしょ。私もびっくりしちゃった。声が出なかったから今感じになりますけど、今、あ、違いますよ。今私が今ちょっとスタッフがえって顔して、ちょっとそれ待ってたみたいな感じで申し訳ございません。というところで、皆さんがねトレーニング踏まれてきて、そして大会になられてからのお気持ちを、皆さんでもそれぞれスタートは違って、でもやっぱり共通してるところって、自分を超えていくって、なんか今の自分じゃない人を会いに行くためになんかやっているって感じだよね。時間長い短いに問わず、なんかそれをすごい感じるかなというふうに思いますね。でお時間がね、あとねちょっと3分ちょっとなんだけど、もうそれぞれ皆さん、まあ、出られてからでもいいですし、今後どんなふうに女性として輝いていきたいですか？何でもいいよ。そうですね、私は3歳と6歳の娘に入ってるんですけども、やっぱりその美容の仕事っていうのに誇りを持って、生涯現役でやり続けれる背中を見せたいですね。できる。余裕したから叶った。デザインの仕事、もちろん私もなんか3人ともなんか職人肌で、そうだね。なんか今すごい気分が嬉しい。デザインの仕事にプラスして、こういう風に見られるっていう機会をプラスしていけたらいいかなと思ってます。見られるのが一番早いかもね。なんかちゃんとなるしね。ありがとうございます。私は
うん、そうですね。でも今回このコンテストに参加して、うん、そのクラシックミセスの方々が、うん、やっぱすごい素敵なこの大人の女性っていうか先輩たちが、うん、こんなにたくさんいるんだっていうでも本当にそれがすごく私は感動したので。そうよね、うん、私もそう思う、うん、自立してこう活躍されてる方がたくさんいるっていうことを知れて、うん、やっぱそうよね、人生の先輩が、ね、うん、やっぱり、うん、私もこういう素敵な女性になっていきたいなと思いました。はい、素晴らしい、恥じないように頑張りますまだ時間あるわよ、なんか宣伝するあ、じゃあ皆さん、そうね、うん、来年2019年出られる方に向けて、はい、コメントもどうぞ。出られよう、うん、そう、いると思うんだけど、うん、ぜひよかったらもう早速ね、お友達がもう出たいって言ってます。ヤング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 、じゃあその方でもいいですし、うん、はい、まだ未来の出られる方になる一言、はいはい、そうですね、自分との向き合いっていうのが本当に素晴らしいですし、うん、今までにない人たちのつながりっていうのがすごく宝になりますし、あ、自分にこんなに応援団がいてくれるんだっていうのがものすごい感動ですし、とにかくやってみられたらいいかなって、ね、トレーニングがまた最高だね。そうですね、うん、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、もうみきちゃんがね全部言ってくれた感じなんですけどとにかく自信がないとか、うん、いろんなことを全部置いといてやってみることで得られるものってものすごく大きいので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。伝わるね、経験者は伝わるね最後お願いします。お客様とかに、うん、もう結婚したら絶対来年出てくださいみたいな感じで、はい、おすすめはしてるんですよ、うん、やっぱり出ることでやっぱり自分自身たくさん知れたこととか、うん、うん、そうね、お仕事で固まってしまうとそこだけの世界になっちゃうとかもあるもんね。絶対こう出て損はしない、いろんなこうその賞だけじゃなくて、そう、成長っていうか、そうだね、うん、いろんなことを得れる大会だと思うので、うん、もう迷ってる方はぜひ参加していただきたいなと思います。そうですよ、はい、でヤングミセスとクラシックミセスって部門が2つありますので、うん、問い合わせの方は、ミセスジャパン大阪もしくはミセスジャパンでご検索をくださいというところになります。本日はミセスジャパン2018大阪大会ファイナリストのヤングチームの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。